トラックの寝台。まだ日も昇らない早朝から深夜まで、日本中をつつ裏裏と走り回るトラックドライバーは、意外と不思議な体験をしている人も少なくない。知人の男性は、深夜に千葉県から長野県までトラックを運転していた。深夜で山の中の高速道路。周りには他に走る車もなく、稀にすれ違う対向車のハイビームに嫌悪感を抱きながら、ただひたすらに目的地に向かってアクセルを踏み続ける。ラジオからは名前も知らない歌手が、人生を大切にしろと差し出がましい歌を歌っている。やがてトンネルに差し掛かり、その歌声も無機質なノイズの中に溶けて、耳障りな音だけが鳴り響いていた。彼はラジオを消して、静かな夜の野良ライブを楽しむはずだった。三つ落とした。消えてしまいそうなほど、細く頼りない声が確かに聞こえた。彼は恐怖で全身の毛が逆立ち、血が冷たくなるような感覚の中で、パーキングにトラックを止めることを決意した。額に汗をかき、気持ちとは対照的にトラックがゆっくり進んでいる感覚に襲われている最中にも、三つ落とした。どうやら後ろの寝台から聞こえるらしい。使い道のないルームミラーは、身だしなみを整えるために自分に向けられている。目を向けると、今にも泣きそうな顔をした自分の真後ろに、うつむく女が見えた。おそらく寝台で膝を抱えて座っているようだった。情けない声を上げて視線を戻し、心の中でお経を唱えていると、後ろからぬっと手が伸びてきて、両目を覆われた。まるで、だーれだの遊びのように。直後に激しい音と衝撃を感じた後、燃えるような痛みが彼の左半身を覆い、やがて感覚は寒さへと変わり、薄れゆく意識の中で彼は思った。ああ、事故ったな。目が覚めると、病院のベッドの上にいた。話を聞くと、どうやらトラックはカーブで車線を左にそれて、ガードレールを突き破り、ほぼ垂直に3、4メートルほど落下。落下の衝撃で積んでいた大量のパイプが押し出されてキャビンを潰し、運転していた彼の左脇腹と左肩を貫通した。幸い命こそ助かったものの、今回の経験で彼は後遺症が残り、トラックを降りることにしたそう。後日、彼は事故の直前、両目を覆ってくる枝のような細い指を見たと言っていました。冷たい手で触られている感覚はあるのに、振り払おうとした俺は触れることができなかったと、こめかみをひっかくようなジェスチャーをしながら話してくれました。それと、後遺症と言いましたが、ダメージを負った内臓は3つだそうです。3つ落としたってこのことなんでしょうか。